ぽよ、あれは霧だ。おいで坊や、かわいい子よ、私と一緒に遊びをしよう。きれいな花ばたけ、おこんのよ服もあるよ。お父様お父様、聞こえないの、魔王が僕にささやく。静かに落ち着いて、あれは枯れ葉のざわめき。かわいい坊や、一緒においで、私の娘と遊ぼう。一晩中眠らずに、夜のダンス歌い踊り、そしてお前を眠らせてやる。お父様お父様、見えないの、魔王の娘が外に。息子よ息子よ、よく見える、あれは柳の枯れ愛しい美しき坊や、だが来ないのなら、こうだ。走らせ、腕の中の息子は喘ぎ、屋敷へたどり着くと、小さな息は歌曲なんて生で聞いたの俺初めてだったんで、もうそのスマートな体からよかなでかい声だったのでびっくりしました。ありがとうございます。シューベルトのベートーベンに対するコンプレックスとか感じましたか？でもこの魔王ってタイトル自体も、ね、ダークな部分が前面に出てるんで、なんか結構ベートーベンの影響を受けたんじゃないかなってのすごく感じる、あの作品でしたね。なんか聞いてて、おっしゃる通りですね。でもやっぱりさっき野原とか聞かせてもらったじゃないですか。ああいう子供の時聞いたものとは全然やっぱね違うし、そのドゥルンドゥンドゥンのあの繰り返しとか、はい、連打が大変ですよね。体力勝負で本当にこれね、ピアニストの顔が多分終わる頃には魔王です、ね、面白い。なるほど。